誰もがこの国はいつまでも続くものと信じていた。しかし人々は憎しみ、争い、対立し、互いが互いを傷つけることとなる。愛を源に形作られた国々はことごとく崩壊し、新たな国を建国した。神聖古事記伝。神話の時代から現代に至るまで、一度も滅びたことのない唯一無二の国が存在した。なぜこの国はこんなに長く続いたのか。やっぱり日本の国を作った時のね、その最初の国づくりのあり方が素晴らしかったです。だって今神主がやっている祝詞なんて1300年ぐらい前からずっと同じことやってるんですから。私たちが住むこの国日本はどうやって作られたのか。国をそこで譲ったわけですから、国譲りとなって日本のこの民族の良さっていうのがね、コテンパに全部懲らしめてしまうんじゃなくって、あなたのところはあなたに認める、そして立派な社を建ててそこを統治をなさいということを言う。それは素晴らしいことと思いますよ、日本民族の。私たちの祖先はどうやって守ってきたのか。神話に出てくる物語というのは今でも私たちが世に出て経験する悩みや悲しみや、あるいは世の中の矛盾というものが神様の物語として出てまいります。その神話を知ることによって、私たちにはそれを乗り越える力というものが授けられるわけですね。この国には多くの道がある。華道、茶道、柔道、剣道、武士道、書道、その道中でもがき苦しみながら答えを見つける、それが道徳。日本最古の歴史書「古事記」、そこに登場する八百万の神々、誰が何の目的で作ったものなのか。八百万の神様という表現があります。この八百万の神の 99.9% は人間の姿はしておりません。人間が生きていくための太陽、月、山、海、大地、足元の砂粒一粒に至るまでのこの自然が八百万の神です。神話を通して何を伝えたかったのか。古事記は我々祖先の営みにどんな影響を与えたのか。日本民族の生活ともに長い歴史をたどってきたということで、日本人のやっぱ精神的な人との一番根本じゃないかと思うんですね。神聖古事記伝。